座七重チャンネル。銀座クラブ七重からさん七重です。今日はですね、堀れなさんにいらしていただいてるんですけれども、れなさんの自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。はい、静岡県出身の現在22歳のシンガーソングライター堀れなです。よろしくお願いします。実はね、れなさんとの馴染みはマネージャーをされていらっしゃるお母様から私の方にご連絡をいただきまして、8丁目のポルシェという歌があるんですが、そのポルシェがポルシェビルということでお母様からご連絡をいただいて、どうですかと。で、私YouTube ですね、見させていただいて、8丁目のポルシェ、ポルシェビルで働いている女性の気持ちを歌って、赤いカーペットに血が滲むわとか、ちょっとその辺どうしてだかお聞かせ。ポルシェビル自体を知ったきっかけは、私が近くのバーで歌わせていただいたことがあって。なるほど。そうなんですよ。で、はい、歌った帰り道にこうギターを弾いて友達と帰ってて、でその時間帯に綺麗なお姉様方がこうポルシェビルの前で、はい、みたいな感じで手を振ってる姿を見て、はい、こういう世界があるのかと思って、憧れから入った。そうですか。はい、伸びやかな世界。一見したらもうそういう風に全てが見えると思うんですけど、綺麗な部分だけじゃないところもきっとあって、だけ美しい女性を保っていたりとかするその裏側の努力ってすごいんだろうなと思って、赤い真っ赤なカーペット綺麗だけど血が滲むような努力をしてきた人たちがこの上に立ってるんだろうなっていうのを想像して。なるほど。赤いカーペットを入れたんですけど。なるほど。表現をしたんです。血が滲むほど努力をしてらっしゃるというそこそこに滲むだったんですね。本当に素敵な歌で、ね、いや皆さんぜひ聴いてください。いい曲たくさんあるんですけれども、いや本当に泣けます。泣けます。
っちゃ迷惑にしてでした。温かいとしてしまいました。ありがとうございます。今日はレナさん本当にありがとうございました。ありがとうございます。いや本当に泣いてしまいましたけれどもね、あの感動の曲を生で聴けて本当に嬉しかったです。これからもどうぞよろしくお願いします。もしかするとですね、次回あのご一緒にレナさんと出させていただけるかもしれませんので、お邪魔しちゃうかもしれません。はい、またちょっと概要欄の方を見ていただきまして、皆さんぜひチケット購入いただいて見ていただけたらと思います。それではチャンネル登録と高評価コメント欄の方もお待ちしております。今日レナさん、締めの言葉を一緒にいただいてもよろしいでしょうか。もうやりたかったんです。あ、ありがとうございます。それではいきます。それでは銀座の夜にお待ちしております。